ノクさん、鬼怒川の話題、私もね、ずっとリサーチしていたんですよ。本当にお疲れ様でございます。実は2019年、全国47都道府県、速稼塾のオフ会ということで回った時に、日光の方も行ったんですよ。鬼怒川の方にも泊まりました。実は2019年の秋にもですね、鬼怒川行ってるんですよね。で、思い返せば幼い頃、まだ私が物心つかない頃なんですけども、私の母方の実家は、栃木にありまして、栃木といえば日光、そして鬼怒川温泉、こういったところによくね連れて行ってもらってたんですよ。で、そこではね、おばあちゃんがまだ健在で、おばあちゃんがまだ歩いてた時、今はもう亡くなって久しいんですけども、まあよくねあの辺を回って温泉旅館楽しんだなぁ、お土産物屋を駆けずり回ったなぁと思います。すごい楽しくってね。そしてそこには私の両親もいて、おばあちゃんもいて、おばあちゃん家族もいてみたいな感じで、ふるさとみたいな感覚なんですよ、今だの。ですんで私がね、2018年から2019年にかけて、私もかなりね、今の六さんと同じように、豊かというか、余裕のある暮らしに戻ってきましたんで、うちのね、両親をいろんな思い出の場所に招待したいなと思って、その一つが、鬼怒川だったんですよ。鬼怒川に全国47都県の速稼塾のオフ会でも行ったんですけども、それとは別にちょっとね贅沢なプランで鬼怒川旅行をプレゼントしたんですよね。で、一緒に行きました。で、当時の観光地を歩こうとしたんですが、ほとんどが廃業していて、もうなくなっていてですね、もうお化けみたいな街になってましたね。いや、なんかね、自分のふるさとが失われたみたいで非常に悲しかったですよ。で、その頃三日月っていうホテルに泊まったんですけども、三日月はね結構再生が進んで、豪華なお風呂もあってね、で、そこではとってもいい時間を過ごさせてもらったんですけども、その食堂の窓から見える向こうの景色がね、廃墟群なんですよ。なんかすごい悲しいですね。で、いろいろ YouTube を中心に調べてみると、足利銀行は倒産したっていうふうに聞いてます。で、その後、足利銀行の債務問題を引き継いだ銀行が、再生プランの中で、資金を注入して再生に協力するところと、自己資金で何とかしてくださいっていうところとに分かれたらしいんですよね。そうなったら、自己資金で何とかやれって言われたところは、お金がないからそういう状態になってるわけじゃないですか。で、同じ地域にある、ちょっと行けそうなところっていうのは、資金が注入されてもっといいところになるわけですよね。そうなったら、こっちの自己資金でやってくださいってところは完全に潰れるしかなくって、バタ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 と潰れていって、中には夜逃げしたところもあったりとかね。それこそ経営者がとんずらこいて、でも予約が入っていたから、従業員さんが給料なしでね、そのまんま事業を続けたみたいなところもあったんですよ。そういうところもそんなに長くは続かなかったと思いますけども、いや、そんなね、めちゃくちゃな状態で、かつてのバブルのツケっていうのを鬼怒川をはじめ日本全国各地で観光地を中心に払われていたんだなと思いました。そしてね、その前の年2018年なんですけども、熱海の方にも行ってるんですよ。で、憧れの熱海でした。で、熱海で億万長者合宿みたいなのねそうそう、億万長者合宿のリレーってあるんですけども、ご存知かもしれませんけどね、その元となる億万長者合宿の熱海ツアーってのがあったわけですよ。で、熱海に私意気揚々と行ったんですよね。そしたらね、これもひどいもんでした。当時のリゾートマンションが、本当なんかワンルームマンションみたいなね、形になって、ほとんど二束三文で貸しに出されてるわけですよ。で、私もそういうところに、熱海に行った際に賃貸で泊まったんですけども、ものすごい狭い道路に、急な坂をね、車でこう登りながら到着したんですよ。上から転落するんじゃないかなと思うぐらい急な坂でした、本当に。車なんて本当に曲がるのかなとかね。ブレーキ効かなかったらこれ、激突するんじゃないかみたいなところでした。で、そんな変なところの不安定なところに、ちゃんとマンション12階建て、13階建てのマンション建ってるんですよね。で、そこが当時はリゾートブームで投資に使われてたらしいんですけども、結局買い手が使わずに管理者もいなくって、ボロボロで鍵も壊れたような状態で、そういうふうなね、短期間の旅行者に貸し出されてるわけですよ。で、パンフレット見たら綺麗なんですよ。パンフレットってネットで見たらね、行ったらめちゃくちゃなんですよ。だから、写真は当時のものですってなってるわけなんですよ。不満はなかったんですけどね、悪い環境でもなかったんで。
ただ夜中に近くに飲食店もやってないしコンビニもなかったんで、結構ふもとの方まで降りていってね、あらかじめいろんな食材を買ってそれから行ったみたいな感じになります。いや熱海もひどいもんです。まあ熱海はね、再生計画が途中からうまくいって、やっぱり鬼怒川と同じように一部はすごく救われて復活してきて、一部はもう廃墟で処理することもできないし、地権者もわかんないんで、なんかスラムみたいになってましたけどね。いやノクさんがねこの動画出してくださったんで、私もね、あやっぱり気が合うなと思ったところですよ。あの本当に思うところが多くって、当時の億万長者どうなってんだろうなと、今でもご存命なことだと思いますけどもね、どっかで昔懐かしみながら、あの頃は良かったっていうふうに今でもね暮らしていらっしゃるのか、それとも再起を図ってまたどっかで一発当てて当時の幸せを手に入れてるのか、いろいろ思いますね、はい、今回は鬼怒川温泉のことで思い出したことをお話ししてみました。鬼怒川温泉と熱海、この2つはいろんな旅をする中でその落差にすごく寂しい思いとともに驚いた、そんな思い出に残るような旅になりましたね。うちの母と一緒にね、ため息をつきながら、ああここもいっぱい来てたのにね、ああここも泊まったことあるんだけどなと、ここもねすごくいいところでいつか泊まりたいと思う憧れのとこだったんだけどねみたいな感じでした。ホテルの1階には板が張られていて、そこに例の落書きがねバーッとスプレーでされていて、廃墟ですよ。プラス私の住んでる町近く岡山があるんですけども、岡山も瀬戸大橋の需要を見込んでいろんなリゾート、それからホテルが作られたんですけども、建設中のホテルが放棄されたね、100億円ホテルの例もありましたけどもね、本当に今でもそのまんま30年前の廃墟が残っている、そんな幽霊の住みそうな一角がありますね。ありがとうございました。じゃあ次も楽しみにします。